天下の大悪党、ここに見参。彼は魔王に一人背いた。無謀極まる反逆の数々、そこに仕掛けられた巧妙な罠。運命を奪うためなら手段を選ばず、松永久秀の悪がここに炸裂する。反逆の章。天下の将軍たる世を亡き者にせんとは、松永久秀、この大悪党めが。愚かなる策で剣豪将軍たる世を撃てると思うたか。世は天下無双の剣の使い手、誰も世と戦って撃って取ることなど。天下の運命は我が輩の手の内にある。あ、もう天を手中に収めたつもりか。信長、我が輩をさっさと殺せ。お主にも、お主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。ウヌの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみだ。室町幕府将軍足利義輝を殺害し、天下の運命を手に入れようとした大悪党、松永久秀。彼は織田信長の軍勢に包囲され、その傘下に下ったが、天下の運命を諦めてはいなかった。信長が京より本国美濃に戻るや否や、かつて信長に敗れた小姓将らを京に引き込む。京本国寺には信長が担いだ新将軍足利義昭がいた。久秀は義昭を危機に陥れ、京の織田軍を翻弄戦とする。だが信長の妹お市とその夫浅井長政が織田軍の援軍に駆けつけてしまう。久秀はまだ織田に勝機があることを警戒、信長に忠義面をしながら小姓将らを迎撃した。反逆の章、六条合戦。織田軍を追い詰めるぜ。
従う気はないのか、松永殿。見つかっちまった。アクアカツ。デモン。アクアシャクレト。救援要請したい。おう、織田の主力が取り込まれた。うまくいく。よかろう。あのな、の頭ドンと行くぜ。危機を出したばかりだというのに最下層の大軍勢に襲われるとは。光秀殿、大丈夫さ。まだ兵たちの気力は尽きていない。風穴開けてほしいのかい。そうじゃなかったな、ドキナ。剣は天下の剣だが当然そうだ。試し合い始まり。運命だ。さすが松永だ。料理口は悪道や。おい、美女の前でヘマやらかし、かっこ悪すぎだろ。俺
こそぞ。ラッポー13。また造変か。もう絶対絶命じゃ。魔王降臨。父に救う身をしろ。撃て。地獄を作った者を全て絶やす。あの人、ミナにいるって聞いたけど。あれ、敗北条件に結構。やられちゃったね。
補修少佐だ。抱きつけられたとさらぬがいい。だが賢いお主はわめいたりはしない。それは実機を伺っておるからい。さあ何のことかしら。わかんない。敵将討ち取ったり。兄上の登場によって戦局が変わり、我らは義明様を守りきることができた。すべては信長様のおかげです。信長のおかげ？つまらん。信長の取り巻きは実につまらん。我輩が小少将を焚きつけたことを見抜いておる。その上で我が輩を許そうとしている。そんなことは許さん。ならば我が輩は奴を撃つ。今回の変を受け本国寺は解体されるそうな。ならば灰寺になる前に利用させてもらおう。この釣り金の根元に切れ込みを入れてと。これでよし。2回叩けば金は落ちる。我が輩は彼の下に立ち、信長に1回金を叩かせる。そこで我が輩はこう言うのだ。おお、なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらでお聞きください。とな。信長が金の下に来たら我が輩は金を鳴らす。これで信長は金の中、一生暗闇。ああ、怖い。今宵は良い月ですな。この寺の金の音はこんな趣に合う音色を奏でるそうで。信長様、叩いてみてくだされ。我が輩がまず鐘の音色を試しに聞いてみましょう。ああ、なんと無価値な音色。信長様もぜひこちらで。良き音色か。ならばもう一度聞かせてやろうぞ。あ、そんな、あ、ダメ。あ、あ、あ、久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。